みなさん、こんにちは。阿蘇田園空間博物館です。秋はイベント盛りだくさん。10月31日は田の地区湧水巡り、名水の里と言われる田の地区を案内人と一緒に散策します。11月1日はジオパーク現地見学会波の編。皆さん、ジオパークってご存知ですか？地球活動の遺産を見どころとする自然の中の公園だよ。今回は波の舞台とするジオパークを見学しに行きます。11月3日は紅葉の秋、波ので横堀岩戸神楽と大根収穫体験。緑に囲まれる農場で大根収穫にチャレンジ。横堀岩戸神楽も鑑賞できます。続いて11月7日は波の奈良木野で紅葉散策と里芋収穫体験。春に植え付け体験をした里芋が地域の方に大切に育てられ立派に成長しました。お待ちかねの収穫時期です。植え付けに参加された方もそうでない方も緑豊かな大地で里芋の収穫に参加してみませんか？地域案内人による散策もありますよ。11月15日は全空猿田地区テクテク編。水源を探しての山田地区の散策をします。水と人々の暮らしについて考えてみませんか？11月17日は紅葉の阿蘇でサテライト撮影会。今回はイチョウに着目しました。阿蘇市のイチョウの木を巡りながら撮影会を行います。とっておきの1枚を撮影しませんか？そして11月21日は小貝七区巡り。豊後街道散策と紅葉の的石商店に立ち寄ります。ご家族、お友達を誘ってふるってご参加ください。駆け足でお届けしました秋のイベント情報。お問い合わせは田園空間博物館まで。お待ちしてます。